今日こそはリンリンに気づかれないうちにアスカくんと行ってきます。キッキューイ。行こうぜ、朝練始まっちまう。行く行く。もういつになったら前みたいにアスカ君と二人っきりで学校行けるのよ。リンリンショック、奪われた水晶玉。ほら、いつまでくっついてんのよ。学校着いたわよ。分かってるわよ、もううるさいな。じゃあね、アスカ。お、ん？ペーロ！まっかー！リンリンちゃん、おはよう。いつも早いのね。あ、先生、おはよう。先生？そうよ、担任の秋月先生。ぼーっとしてないで挨拶してよね。はじめまして、秋月です。え？あ、おはようございます。いつもリンリンがお世話になり、なられ、あ、私何言ってんだろう。ちょいでね、聞いて先生。あれが秋月先生か。なんかね、とっても優しくていい先生なんだって。まだ転校して間もないのに、リンリンたらいつも先生の話ばっかりしてんのよね。若くて美人だしな。なぬ、ハスカ君ってああいうのがタイプだったんだ。本当は年上の女の人が好きなの？アホか。アホじゃないもん。ブブ。はい、次。やっ、ちょっ、いいわよ、たけしくん。はい、次、リンリンちゃん。はい。あいやー。リンリンちゃん大丈夫？これでよしと。先生、リンリンちゃんって占いが得意なんだって？うん、私の風水占いは世界一なのよ。実は先生も学生の頃星占いとか大好きだったんだ。へー、先生が。今度先生のことも占ってよ。うん、いいよ、任せといて。アスカくん、ねえねえ、今日はサッカー部放課後の練習ないんだよね。ああ。じゃあさ、じゃあさ、早く一緒に帰ろう。邪魔者が来ないうちにさ。ダメ。え、今なんとおっしゃいました？悪い、ちょっと用事があるんだ。私と一緒に帰るのよりも大事な用事なの？たけしにサッカー教える約束してんだよ。あ、たけしくん？なんだ。ねえ、本当にアスカ来るの？来るよ、約束したもん俺。あ、いたいた。ねえ、リンリン、占って。私も、私も。私が先。リンリンじゃん。しょうがないな。じゃあ、相談事は一人一つずつよ。私に CD ラジカセを置くと友達がたくさんできるよ。ありがとう。はい、次。あ、秋月先生。あなたたち、
こんなところで寄り道してないで早く帰りなさい。はーい。先生、先生、今風水占いやってたんだよ。先生も占ってあげようか。リンリンちゃん、うん、占いなんていい加減なもので、みんなを惑わしてはダメよ。え、これは先生が預かります。いいわね。そんな返してよ先生。ダメです。あなたもこんなところで遊んでないで早く家に帰りなさい。わかったわね。そんな、ひどいよ先生。占い好きだって言ってたのに。おっす、たけし。どうした？ただいま。おかえり、リンリンちゃん。パパさん。いやいや、リンリンちゃんが帰ってくるのを待ってたんだ。もうこんな番組見せないでよ。もう魔法だ。なんだよ、せっかく面白くなってきたのに。いやね、お願いというのは他でもないんだが、実はご近所の奥さんたちから頼まれた占いがちょっと溜まってしまってね。悪いが、リンリンちゃん手伝ってくれないかな。とかなんとか言ってちゃっかり自分が占ったことにするんだろ。何を言うか、リンリンちゃんは私の優秀な助手なんだ。助手に仕事を手伝ってもらって何が悪い。あのパパさん、実は私の風水水晶が。ちょっとちょっと、お父さん、主婦の悩み相談を小学生のお子ちゃまに占わせないでよね。子供だからって馬鹿にしないで。私の風水は世界一なんだから。もうお子ちゃまが行きがっちゃって。メリーはテレビ見てればいいの。いいわよパパさん、任しといて。ありがとう、リンリンちゃん、頼りにしてるよ。じゃあどうしよう。大好きな先輩と両思いになるには、部屋の南側に赤色のグッズを置いてねっと。キュキュ。ああ、それにしてもリンリンたら腹立つな。キュ。メイリン、母さんがさっさと風呂入れってよ。はーい。おっ、ふらっ、あっ、ふらで、あわわ、あわわで。今さら風水水晶がないから占えないなんて言えないし、ちょっと尺だけど、ここはドクターリンに代わりに占ってもらうわ。もう二度と子供扱いなんかさせないんだから。あ、着替え忘れた。着替え。あれ、これどうやったらホームページにつながるのよ。私がドクターリンだってことバレちゃうじゃない。何よケチ。ケチ。何よあの態度。ってわけなんだ。ねえ、人のパソコン勝手に使うなんてひどいと思わない？なんかすっごく頭きちゃった。てかさ、子供相手に熱くなんなよ。だってリンリンって言えばさ、今日。え、風水水晶が？ああ、今朝会ったあの秋月とかいう先生に取り上げられたんだってさ。嘘、あの優しそうな先生が？たけしもなんかいつもの先生らしくなかったって言ってたな。そっか、それで私のパソコンを。だったらそう言えばいいのに、素直じゃないんだから。たけしの話だと、その水晶玉、リンリンが中国から来るときにお母さんからもらったものなんだって。そうだったんだ。
ちょっと言い過ぎちゃったかな。体には気をつけるのよ、リンリン。大丈夫、心配しないで、ママ。これ持っていきなさい。あなたももう立派な風水師。ママの風水水晶をあなたに譲るわ。これでしっかり腕を磨いてきなさい。ママ行ってきます。私のベッドで？ママ、ママ、ごめんなさい。ママの風水水晶が。リンリン、ごめんなさい。任せて、私が必ず取り返してあげるから。メイリー、ご飯にするよ。あれ？ねえ、メリー見なかった？さあ、そういえばさっき出てったよ。絶対先生から風水水晶返してもらうんだ。だからそこをなんとかお願いします。困ったわね。あれはリンリンがお母さんからもらった大切なものなんです。あの風水水晶をリンリンに返してあげてください。何度言われてもダメなものはダメです。占いなんていい加減なものは他の児童たちにも悪い影響を与えてしまうから。占いは、風水はいい加減なものじゃありません。まあまあ、秋月先生、ここは一つ彼女の熱意に免じて。さて、次の授業は体育だったかな。神崎さん、あなたも学校を抜け出してきたのでしょ。そろそろお戻りなさいね。お邪魔しました。いいね。邪気をまといし者。先生の万年筆にブレスが反応したの、間違いないわ。それで急に人が変わったみたいになったってことか。多分だから、何とかして万年筆の邪気を払って、リンリンに風水水晶を返してあげたいんだ。なんだかんだ言って、リンリンのこと気にかけてんだな。アスカ君も手伝ってくれる？ああ。あの水晶玉がいけないんだ。あ、やっぱり夜の学校って怖いな。あ、お化け！じゃなくて、秋月先生。こんな水晶玉があるから、私が粉々に砕いてやる。神秘の力、我に与えよ。ホアリーメイリー。
パどこ行っちゃったんだろう。わかった、こっちね。壊してしまう粉々に。姿を現せ、邪気をまといし者。やっぱり先生は邪気のせいでこんなことを。早く浄化してあげなきゃ。この角度からじゃ万年筆が見えない。これじゃ邪気を払うことができないよ。こんなものは割ってしまった方がいいのよ。木漏れ日の中よ
はそのお話だよ。鏡にはすっごい不思議な力があるんだよ。悪い気を散らしたり良い気を引き寄せたりするんだって。メイリン、お茶でも。イメチェンを成功させたいあなた、丸い鏡に指で星印を書いてから自分の姿を写してね。打ち寄せる波、体を包む潮風、そこに現れた澄んだ瞳の男性、聞こえてくる時を刻む音色。次回、嵐のアンティークウォッチ。大丈夫、シュウコ、熱あるんじゃない？ないよ。